はい、はい、何おい誕生日おめでとうございます。おぉびっくりしたわ。ケイさんもねまとめてもうすぐね、もうすぐ確かに、そういうちょっと誕生日パーティーやろうと思ってご飯買ってきたんですよ。え、マジで、え、マジで、なになに、すごい珍しい。珍しいけど絶対怪しいご飯じゃないの。いや、お寿司買ってきましたガチじゃん。ちょっと待って、ガチじゃん。僕らちょっと数も少ないね、お寿司の。え、なになに、嬉しい、ありがとう。オードブルも買ってきたんで。いや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 、ちゃんと飯らしいじゃん。いや、久々会ってないんじゃないですか、去年とか2年前、意外と会ってないの、誕生日付近でいつも。そうだ、確かに会ってない。で、星さん最近会って、スタバカード送ったんです、スタバのポイント。2人もなんかな、でもスタバじゃあれだなと思って、うん、朝買ってきたんですよ。うわ、ありがとう。そしたら電車間違えて。だから、お寿司ありますから。いや、マジで、ありがとう。いや、ありがとう。じゃあ、サムネも撮ってくださいね、合間に。俺ら逆に何もあげてないの。いや、そうだよ。佐藤さんと星さん何もあげてないから。星さんだら今度会うんでね。うん、ちょっと。で、今度なんか焼肉をおごるっていうこと。いや、そうだね。みんなでカレーパーティーしましょう。いや、嬉しい誕生日パーティーだ、これは、うん、いや、え、めっちゃうまそうだよね。いや、ちゃんとしたとこさ、ほんとにネタとかじゃないの、そのネタとか爆発するとかさそういう仕込みじゃないの。そういうのじゃないです。え、ほんとなんだ、どこで買ってたの。それは柿安ですけど、こっちは伊勢丹で買ったんです。伊勢丹ガチじゃん。え、伊勢丹に寿司売ってんの。ケイさん、でもお腹痛いって言ったから。いや、でも食べる食べる1本前の動画でね。大丈夫大丈夫。ちょっとサムネ撮るよ、これ。おぉ、こっちいいでしょ、そういうのいいでしょ。おぉ、すごいじゃん。こういうのテンション上がんないですか。みんなに何も言わないから。ちょっと上からの画角変えよ。こういうの一番テンション上がるでしょ。画角変えよ、ちょっと。いいよ、せっかくだったら画角変えよ。こうしないよ。いいよじゃないよ。さすがにタビちゃん適当すぎるから。ちょっと皆さん動きますからね。さすがにタビちゃん適当、さすがに適当すぎますから。まあ言ってね、適当だからね、俺らがね。すごいじゃん、これでちょっと引いて。めちゃくちゃ良いじゃん。めちゃめちゃ誕生日、人の誕生日ってやっぱ忘れてるもんで、オープンチャットで知りますね。皆さんにも知ってもらう感じですね。いや、そうだね。うん、そうだね。俺もね、会社の後輩に聞いて知った。うん、今日終わり誕生日ですよ。で、とりあえずつぶやいたんですよ。つぶやきましょうって言われて、あ、そうなんだと。いや、俺も正直ってか、もうこの年になると、俺前日気づいたからね。あ、俺明日誕生日じゃん。わかんないのよ、もう。いや、もう忘れちゃうよね。そう。で、何歳になったんですか、君は。33歳になりました。うわ、おいおいおじさんだね。いやいや、もう、あと何日かも気になるおじさんだから。めちゃめちゃうまそうなんですけど。めちゃうま。いや、めちゃうまじゃん。食ってねえけど、まだ。めちゃうま確定よ。おぉ、すごい。うわ、ちょっと待って、これ開けてサムネ撮ろうよ。あら、こんな。いやいや、これ、たびちゃんで一番豪華じゃない、これ、今までで。タビちゃんって何もやんないし、何もやんないからね。そうじゃないかったの。でもね、ちょっとちっちゃいの、ね、2個しかそれなくて、でも同じようなやつ。ちょっとはうまそうだよ。星さんにもなんかやんなきゃな。星さんいつだったっけ。1週間、2週間前ぐらいだね。離れてないんだよね、うん、この感覚がね。星さんは11月か。そうだよ、すごいね。いや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 、うまそう。これサムネです。誕生日寿司パーティーやりました。サムネか、うん、サムネかって。サムネばっか。いや、食べちゃうと取れなくなっちゃうからね、やっぱり YouTube は。これ何か分かんないけどテンション上がりますよね。何か分かんないけど、何だ。あ、やべえ、ナゲットとかこうやってたな。やってた、やってましたね。なんであんなのやってたんだろうな、俺ら。いや、やるでしょ別に。YouTuber なんだからそれやるでしょ。いただきます。美味しそう、ありがとう。いただきます。はい、これありがとう。食べようぜ。醤油ある、そっちあるね。わお、抱負とかもね、やっぱ言ってもらいたい。はいはいはい、抱負。まあもう君ももう33ですから言うて。いや、まだだし。いやいやいや、もう無駄だよ。無駄なあがきだよ。だってまだだし。まあ32かでも言うて。そうだよ、俺は。そうね、33週。俺だってもう来週だよ、君。いや、今週といっても過言ではないよ、もう。いただきますね。いただきまーす。ちょっといい、醤油かけちゃう。ごちそう。おぉ、いや、うまいでしょ。おいしいよ。おいしそうなとこでしたもん。いただきまーす。うん、おいしい。うん。伊勢丹ですからね、いいね。あれ、君、寿司食って怒られないんだよ。あ、そうだ、ね。もう平気で。えもう生まれました。もう生まれました。大丈夫、うん、
よかった。出さない方がいいなら全然。しかも、しかも別にママさんが怒ってるみたいになるから。ママさんそ優しいから。限定公開で。限定公開しとく一応。別に俺が勝手にやってるだけだから。そうなの、うん、うまいね、うまい、美味しそうだもんね、ここ、うん、これも食べていい、エビじゃん、エビマヨなんだ、ちょっと、でも、綺麗にちょっていいっすよ、オードブルは結構食べて、待って、取れないわ、え埋もれてます、でかほど、でかエビ、でかエビ、あ、俺じゃあローストビーフ、いただきます、あ、無理だこれ、何これ、ちょっと待って、全然取れない、これも全取れ、もったいな、ああ、2つ使えばよかったね、もう貼っちゃったほしい、あ、蓋をお皿に変わる、そうそうそう、確かに、何食べてんのそれ、わかんない、うまいよ、エビマヨ、あ、貼ってなかった、ギリギリ、それ使っていい、おいしいよ、うわ、おいしい、うんうん、会社とかで祝われたりするんですか、確かに、ケイさん全くないのか、ないんだ、なんかあってもおかしくなさそうな仲の良さですけどね、会社の人、うん、あ、でも去年はやってくれたな、あ、むしろだから次じゃない、あ、でも、ね、毎日会ってるから別に来週なんじゃない、君は、まあでも特にないけどな、それ決まりは、いや決まりって決まりで祝われてもじゃない、うん、なんだこれ、なんだこれ、うまうまい、自分も食いちゃう、カモ？なんだこれ？豚か？なんかわかんない、伊勢丹スペシャルですかこれ、うまいわ、ほんとだ、わからん、なんかわかんないね、うまい、うん、マグロバスカっていいですよね、意外と、ね、うん、うまうま、うんうん、33ですよ、我々、どうすんの、33歳何すんの、どうしようか。え？リアルにさ、うん、11月22日に33歳だったら、うん、嬉しいよ。112233だよ。なんか言ってましたね、そんなこと。うん、そんなこと言ってたの？うん。なんか言ってんなと思ってました。ツイッターでは全然反応しないから、その辺。コーヒー買ってしか言ってないから。そうだ。でも、112233、うん、来年は無理じゃん、そうなの、112234なの、来年は、あらあら一生に一度しかないだから、こういうのはパーティーした、パーティーというパーティーはしてないね、うん、うん、あの、ただね、今週、いや、俺が忙しかったから、22日ジャンプだったからさ、うん、月曜日だったから、うん、できなくて、うん、明日か、うん、明日あたりちょっとやるかな、これ何、それもエビだ、うん、それサトさんあげればいい、いや、これサトさん食いない、うん、これよくわかんない、そうそうそう、あ、でもケーキもらいました、ママシさんに、え、なになになに、どこの地雷、え、そんな地雷、え、妻自慢が地雷です、ケイさん、やっぱ結婚したいな結婚して、してなってなっちゃった今そんなに妬みあったケーキしかもらってないの、ここ最初に買いに行く約束したよ、何買う、何買う、決めてあげましょう、決めよう、決まってんじゃん、え、決ま、当ててんじゃん、何が、ニューバランスもう決まってます、ニューバランスだと思います、靴ね、ケイちゃんはティンバーランドか、物物物、まあ買うからどっち、プライスレス系、それとも物物物、うん、これ欲しいって言ってるのある、で俺もそうだ、一緒に買いに行こうって、なんだ、なんもわかんねえ、わかるよ、なんかこれうまっ、ゲームする気もないじゃないですか、何かしら適当にでもいいから言ってくれよ寂しいな、一人であれじゃない、あれ、靴って言った、うん、じゃあ、カバン、おう、靴、カバン、正解発表します、うん、たかしが今年欲しいもの、うん、ルル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 じゃん、枕でした、いい枕、いい枕が欲しいの、今もう枕難民なのよ、います、そういう方、何、家に枕ないの、じゃあそういうことじゃないよそれ別に買ってるよ、枕は普通に買ってるのよ、ただ、うん、なんかやっぱね、
合わない感じがしてて、ずっとでもコロコロコロ結構変えてんだよ、うん、なんかこれちげえこれちげえってやってんだけど、うん、なんかずっとしっくりくるのが最近なくて、うん、だいぶ昔に使ってたのもう捨てちゃったからよ、あの汚くなって、だからそっからなんかこの3、4年ぐらいかな、うん、もっとか、枕に悩んでて、うん、あれそう枕欲しいっつって、で枕一緒に買いに行こう、家にじゃあ枕何十個もあるの、ね、そういうこと、何十個はないよ、うん、でも本当に何個だ、1、2、3、4、5個ぐらい、いやオーダーのやつ作るんですか、そうだからそのなんか枕屋さんじゃ本当にそういう専門の、ね、あるよね、ちょっと行ってみたいって言ってそこに行くことにした、オーダーメイドだ、うん、そうなんだよねあれね、そう出来上がったら、だから感想も言うよ、だからタビちゃんで本当に意味あるのかな、やっぱ大事なの枕って、いやだって睡眠の質はもう上げて損ないでしょ、いや分かんない、そのすっげえ変わるの枕によって、やっぱりいや俺は結構変わるね、あケイさんちどんな枕、この普通のこれ、うん、もうずっとそれ枕じゃないの君も、体痛いとか言ってペトンとしてね、あ、うん、一応それなんとか、もともと手半分、あ、いいやつだ、気持ちいいやつ、うん、でもあんまり使う、うん、使うか、股に挟むタイプだ枕あれよどういうタイプいるよね、こう股に挟んでこういう横にねで、こう横に寝るタイプね、うん、こういう寝るタイプ、うん、枕じゃん、だから君も体が痛いの関係あるかな、うん、やめる、もうあるかも、関係あるかな、まあ、でかくないめちゃめちゃでかいそれ、ね、ケイさん何かもらいたいものないんですか、もらいたいもの、うん、あげないですよ別にまあこれもらってるからね、ないね、ないんだ、物でしょ、うん、枕は枕いいよ、なかな、物がいらない人だからさ、じゃあ何体験、やっぱマッサージ、整体キャッシュそのキャッシュをどうするの、じゃあ株とか、あ、株もらえんなら嬉しいね株プレゼントって確かに新しいね、だっけ欲しいわ、そういうことだ、だから、うん、新しいわ面白いじゃん、うんうん、伸びるか分かんない、うん、宝くじもなみたいな、あ、そう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 、なんか本当にね、別にプレゼントだったらなんでもね、うん、かぶってあげないの、まあ、譲渡とか譲渡とかいろいろあるけど、うん、まあいろいろ面倒くさい、大変ではあるそうだね、うん、プレゼントって難しいよね、うん、むずい、でもパンツとか靴下は困らないじゃん、どうしたなかなかでも誕生日にパンツ靴下、まあでも嬉しいか、うん、靴下嬉しいか、困るのは何だろうね、逆に困るのは何、困るもの、うん、もらって困るものある、あるよ、だ何、なんかすっごい場所取るけど、うん、全然使わないものとかさ、ランニングマシンとか使わなくなっちゃう、ランニングマシンランニングマシン困るここにドーンって、うん、懸垂する機械ぶら下がるやつ、ぶら下がるやつ、確かに困るね、確かに困るか、確かに困る、困るでしょあとは絶対読まないであろう本とかね、自己啓発もいや読みそうだけどね、ケイさんも自己啓発も読むかもしれないけど、うん、知らないやつの自己啓発でも読まないんじゃない、読まないかもしれない、知らないおじさんの、知らないおじさん、こうすれば人生はうまくいきますっていうタイプ、知らないおじさんのやつ読まないでしょもらって嬉しくないもの、の話してるんですか今誕生日にヤバ動画ヤバ動画だよ、まあね、確かにそっか、まあでも嬉しいよね、ね、うん、まあね、気持ちだからね、うんうん、いや、33歳どうしますか、ケイさんは、何も変わらん、でもやっぱさ、うん、こういう節目の時にやっぱ改めて考えたりするのいいじゃん、まあね、まあ目標というかどうしていくみたいなのやっぱ改めて、33歳の年はどうですか、我々は、
なんか変わりそう。なんか変わりそうだわ。まあありそうなのがあるね。家を買うありそうです。それ考えるよな、うん、いやでも本当に今家欲しい。もう家と車が欲しくてしょうがない。今買えばいいじゃん。いやでもそんなサクッと買えるもんじゃないやん。まあまあそっか。まず車ならまだね分かるけど、車買えばいいじゃん。次じゃあその車を買うって考えたらだって家のことも考えなきゃいけないじゃん。いろいろどっち欲しいんですか。なんか今マジで欲しいのは、うん、家あの夜中、うん、何にも声とか気にせず撮影ができる部屋が欲しい。じゃあ家だな。ああ、家か。どっちかって。人に困ってじゃダメなの。はい、どうも、こんにちは。ずらして、真っ暗のジャンプ動画。興味にはなりますよね。真っ暗ジャンプ動画どうよ。そのジャンプ、だからさっき夜中なの。夜中だよね。そう、だから別に大声出すのもさ、赤ちゃん起きちゃうし、うん、あと、やっぱ気にしいだからさ、うん、あの下の階とか、うん、外に聞こえるんじゃねえかっていうのを気にして、結局なんかやっぱ音量がもっと出したいのに、うん、ちょっと低めになっちゃってるのがちょっと嫌な。借りればいいんじゃない、隣もね、下も。そうすれば気にしないよね。だったら家買うよ。その方が金高いよ、多分分かんないけど。毎月のあれが。公園で撮れば、公園で。深夜に、ジャンプ腰でやったはい、どうも、こっちで走って。もっと覚え出せないよ、公園は。怒られそうだよ、ね。警察来る、マジで。公園撮れじゃん。マジ警察来る。神奈川に戻ればちょっと安いんじゃない、お金。でも今さ、そう、俺調べたのよ。うん。同じぐらいの今の今住んでるところの間取り、うん、で地元、うん、まあ厚木ってね、まあ、言ってると思うけど厚木調べたの、うん、今の方が安いの、多分コロナで、どういうこと、どういうこと、今のとこ結構安いね、あそこ。あ、そうなの、うん、厚木の方が高い、銀座なのに。そうそう、銀座ねえ、銀座でね、銀座タワマン、銀座タワマン、ねえ、うん、あ、そうなんだ、うんうん、そうなのよ。ラーメン激戦区だからやっぱ高いのかな、今。え、厚木でだって、え、厚木で同じぐらいってこと。同じ間取りだった、ま、多分だけど、まあ時期も前1回しか検索してないけどね。それ駅からちょっと遠め。いや今ぐらいよ。ああ、だから結構高くね。なんかそこは綺麗だったのかな、たまたま。でも結構見てたけどそんなに差はないのよ、うん、だったら変わんなくねみたいな。多分よっぽど駅から遠いとか、うん、もうほんと車だけは駅から歩いたら1時間とか、だから俺ら地元ぐらいの距離から。そう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 、でグッと下げる、下がると思う。駅から近いとやっぱりそんなに差はないかもね。だから間取り的には見影よ、見影。うわ、もう見影わかる、わかんない、見影わかんない。俺らがその当時住んでたところにバスで駅から帰るとしたら、うん、見影駅乗るの、うん、で見影まで行ったもんならもう山、山の中の山。あれだよ、プレジャーフォレストって動画で、あの、もうちょっと手前だよ、あれよりも全然手前なんだけど、でも結構もう山でもあの辺でももういいじゃんね。いやいやいや、まあね、だから結局あそこら辺なら1000万くらいで買えそうな気がする。都内どんくらい出てますだって今。いやでも言うてね、仲間がいるのもあるから。仲間が、まあ2、まあ月に2、最低2ぐらい、もうちょっと多いと思う。今2ヶ月もね、だってプラスこれ今週1じゃん。じゃあ月6だろ。月6見かけから出んのだるいなって。申し訳ない。ちょっと見かけの方には申し訳ないけど。これでもまあ、これも2ぐらいじゃない今も。今だと。まあほうね。だってマジで、ガチで見かけからさ、都内出るってさ、うん、バスで待つ駅まで多分1時間かかる。バス1時間はしんどいな。まあ、現茶、現茶、現茶。現茶1時も。じゃあ車買う。現茶だったら30分じゃない。車買う。じゃあ車。見かけだったら車買う。前回バリバリで、そう、バーって行って、30分ぐらい。ダメダメ。絶対だ、現着で、電車で都内1時間ぐらいだから、うん、あそこから、うん、いやー、でも双葉駅ってこと。え、何駅から、三陰駅って何。まあ、バスの終着、ね、まあ、終着。あれ、その先のさ、あと、半原は半原だっけ。いやいやいや、ね、もっとあっちだから、もっと不便だよ。山の中の山の中の山、もっと不便。車でまず出なきゃいけない、うん、それは、でも車も買えるよ。さすがにそこまで行ったらね。あ、いいじゃん、車で買えばいいじゃん、都内まで。いやいや、じゃあ俺はいいけど、結局だから家族問題もあるよね。うん、だって。そうそうそう、だから駅からちょっと遠いとかわいそうじゃん。あ、キャンピングカーにすればいいじゃんね、そしたら。確かに、え、キャンピングカーで見かけに住むの。いや、いいの、じゃあ別にどこでもいいし、キャンピングカー家キャンピングカーでどこでもいいんだよ。見かけに戻ってここ落ち着いたねって言ってそこで寝るの。なんで見かけに限定されなきゃいけないの、それ。確かに確かに、確かにじゃねえ。
見かけに駐車場借りて安いから駐車場に住んでいいのいいんじゃねキャンピングカーだったらいいんじゃないいいんじゃない分かんなそうだよ、ね、そんなに分かんないよ、割れないよ怖で、その中に入ってもこっちで食べてる結果自分の部屋じゃなくてあれも一個の空間だからいつでもじゃないのよで、山だからその各家との距離感が遠いから、うん、遠いよねまあ多分それはちょっとマジで魅力的、そんなにバレないからさいやその辺まで行ったらすごいの行けるじゃん都内じゃなくてもいいんだよ神奈川じゃなくても地方行っちゃうっていうあ、ね、埼玉とか千葉ねあんま変わんなそうかあんま変わんない多分埼玉ほんとに山の方行くか駅からその1時間とか、うん、しない限りはねそんなだと思うな軽井沢とかいやさすがにだるい軽井沢は軽井沢から6年がだるいなまあでもそういうことか、うん、仲間がいても軽井沢で やらせていただいていや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 そしたら俺卒業で多分さすがになるほど家と車ねマジででかい問題だねでか問題だねそうでなんか考えなきゃ考えなきゃと思いつつ結局やっぱ目の前のさ、うん、ことをやっぱこなして結局ああまだ考えてねえなって家車の決断は結構だよそうなのよ結構カロリー使うよ頭のもうね、でもねやっぱねたまに見るんだよ、うん、暇だとその物件とか、うん、あここ高いなここ安いなとか、うん、なんか見すぎて、うん、テレビのさこの物件いくらでしょうかみたいなのが大体当てれるようになっちゃったびっくりしたママちゃんとなんか王様のブランチとかやってんじゃんこの物件いくらです、うん、何万円かなって当たったほぼ当たり1万円ぐらいしか買わないみたいな見すぎなのそう大体このブレーキナップねこれ大体このぐらいだとか言ってそのぐらい確かにでもね最近ね見かけ徒歩2時間半は見かけ徒歩2時間半どこそれね見かけから徒歩2時間半はもうブレイジャーフォレスト歩いたら2時間半いやいや別の駅あるよなそこまでバス乗れよブレイジャーフォレスト来てえな久々に来てえ今すごいんじゃないイルミネーションあそうか結構行くの大変だよ遠かったもんねうん逆に今の方が近いのか中央道爆走した方が都内からあできてんのだって中央道この山道行かなくていいってことだから中央道で、うん、相模湖インターで降りちゃえばすぐじゃんそうかそうかそうか逆に近いのかもしれないあのあっちから山道こう行くはいはいああこの前行ったとこ坂道、ね、坂走ってたからね前はそうだよあ、まあ、坂走ったから懐かしい、うん、今俺すごい企画やってたね何も知らせずにね坂100本 NG 出ておかしくなる確かにやったもんなちゃんと次の日本当起きれなかったもんな懐かしいちょっと家本当に悩んでんだよなじゃあまあいいだマジでだ家を買うのか、うん、だからもう一軒そんなにワンルームでいいから、うん、まあ防音しっかりしたとこを近くで借りるのかそうですごいねでもそれはそれでさあんま意味ないもんねそう意味ないじゃんあんま意味ないな買った方がいいよ買おういらなくなる家だもんね後々、うん、どうせ買うとかになんだもんね家はあーどの道ねそうそうそうワンルームはいらないもんね家買ったとこで、うん、でも今と状況変わんないじゃんだその前言ったさ離れのが離れみたいな、うん、特殊な家じゃない限り家買えばだって自分家だったらもう改造し放題だからねああそうかうん最初から建てるときにも、ここは防音室です、お願いしますって言ってくるじゃん。あ、そうだ、えぐいでしょ。えぐい高いと思う。でもそもそもそうだ。俺だからその何、住宅のそういう系もね、取り寄せたりしてんの。あの、ダイワハウスとか。うん。ガチやん。あんのよ。防音のとか作れるんじゃない？作れるでしょ。うん。あとからも足せるよね。ね。金額が分かんないよね、それ。書いてないのよ。まあ、オプションで、プラスだ。えぐいんじゃない？いや、でもさすがに、そんなお金ないしな、マジで。乗っけて乗っけたらね。で、ローンだから。でも自営業ってどんぐらい借りるのマジで。いやもう連盟よ連盟。連盟。うん。夫婦連盟よ。あで借りるの。うん。へえ。やるとしたら分かんないけどな。うん。俺ちょっとその辺の知識マジでないから。うん。確かに。ちょっと。35年ローンだ。ユーチューバーか35年どうなってるか分かんないもんな。いやリスクだよねめちゃめちゃいやサラリーマンだったらさまあ安定はするじゃん変な話。ちゃんとね。35年だとどんくらい返さなきゃいけないんだろうね。まあ、物件の値段によるでしょ。だいたい、まあ、買うの2億ぐらい。バカ言え。バカ言え。何千万 ?5000 万とかはしちゃう、まあ、しちゃうんじゃない。5はするんじゃないの。5だったら、だってシンプルに月10返しても、年間120でしょ。うん。35年じゃ足んなくね。足んない。
300、355、4500万。全然全然金利乗っかるから。18とかいっちゃうんじゃない？うん。5000万。18以上いくんじゃないかな。かもね。18万返さなきゃいけないって相当大変だね。大変だよ。持っていくと20万超えてくるからね。だから夫婦で出してればあれだけど、まだそのね、仕事を受けするからね、ちょっといろいろ考えなきゃだから。確かに。まだもうちょい先だけど。もうちょい先だ。いやでも買うならもう今じゃん。まあ、レッジキングあれとか売んなきゃかもしれないしね。どうするの、逆にその数万円しかならない。大した足しになるんですよ、何千万に対して。メルカリで出して絶対売らないよ、だったら。うん、それでローン返せんだったらいいかもしれないけど、売らないよ、あれは。トロフィーはもう。え、マンションは買ってさ、売ることもできるの、うん、もう一軒家もできるよ。ただ、買い手がいない、やっぱ一軒家は。場所、場所。マンションは全然いる。まあやっぱ、リッチによる。リッチ、リッチ。いや、それ見かけに買ったじゃん。それ見かけに買った。申し訳ないけど、売れねえよ。見かけで買うとはなかなかいない。一軒家買うのは怖いね、やっぱね。だから、駅前マンションは結局逆に、いいとこ買えば値が上がるんで、むしろ儲かる。ああ、なるほどね。そういう、あ、そうやって買う人もいるから。そうそう、もちろん、もちろん、投資家って、その、あの不動産は。住みながらね、10年後ぐらいになってね。三陰前マンションは。三陰前マンションは、多分ですけど、こうです。基本こうだから、日本は。絶対ね、地震があるから、ね、基本建物がこうだけど、場所によっては場合によってはこうだ。いや、地震もあるからな、かな。そうなんだ。だから、リスク怖いよね。マジでね、高いんだって、何千も海外。いや、移住いやいや、ずっとリモートで。来てくれる？いや、さすがにそんな、来てくれる？年に1回ぐらいしかいけない。年に1も来てくれないでしょ。中田さんはやってんだもんね、今ね。あの、おいらじの中田さん、シンガポールでいいんだもんね、ずっと。あの、一人だからね、一人でいいか。はいはいはい。ワンピはいけるか。仲間がいるよ。仲間がいるよ。そうか、それがあるの。それ言えばいいんだよ。終わらす、これ終わ、もし終わったら僕海外行っちゃいますよ。そうだ、終わらせない方がいいですよ。言えば。交渉の会で。そんなやつ首にしよう。そんな上からやるタレントみたいなやつは。ダメだよ、そいつは。一番いい人であれ。海外行きますからねって言えば。海外行っちゃいますよ。ダメだよ。いや、本当にもう、絶対いい人が生き残んだから、業界は。むずいね、家はね、でも、マジで。いや、ほんと悩んでんだよね。やっぱ人増えるとね、うん、高いから、もうどうしても値段がね、うん、悩ましいね。買うなら早い方がいいの？だってローン返す、まあ、まあローン考えたら早い方がいいってことですね。そうそう、どうせ返すならね、今短いローンになっちゃうからさ、20年とかになったらさ、額が上がっちゃうよね。もっと額上がるしさ、うん、返す額もきつ。うわ、ちょっとだからね、まあ悩んでんだよな。マジでほんとにさ、小学校入る時には、うん、転校させてあげ、させたくはないじゃん。ああ、ね、小学、だからもしあれなら幼稚園終わりとか、だからあと3、来年から幼稚園だから、ああ、ね、まあ、3年後とか。難しいね、学校も。学校もっと自由だったら楽だよね、リモートとかさ。そのいや、それはそれでかわいそうだろうな。どこ行ってもいいよみたいな、その今日はここの。あ、でもほとんどそうじゃない今。もう中学校も高校もほとんどそうだよね。え、学区なくなっちゃう。日によって変えられるんだよ。 それはやばいな。それもっとこう、もっとこう、なんていうの、グローバル。そう、グローバル。さすがに。いやいや、小学校って別にあの仕事と違うんだよ。オフィスと一緒に。違う違う違う。オフィスがあればいい。今日はここのオフィスで、違う違う違う、次はこっちのオフィスで。今日スタバにやります。そう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 。それ星さんだな。みたいな。違うのよ。みたいね、友達とかその社会を学ぶ場ですから。あ、そうなの。そうですか。仕事したり。そうです。そっか、忘れちゃったよ。社会のその人と人との関わりとかやっぱ大事ですから。学校ってそっか。そうですよ。そうだったか。だから基本的には同じとこでやっぱね。そっか、確かにね、移動難しいよね。まあそうね、まあ、そんな感じですよ。ちょっとめちゃめちゃ話しちゃった、うん、まあなんか本当にリアルな話もしましたけど、うん、だまあだ、私最後じゃあ抱負言いますか。まあ抱負っていうか、まあこう、はい、だ、私はちょっと、はい、本当にそのあたりちょっとか、まあ、決めない、決めるというか、しっかり動きつつ、はい、うん、考えていかなきゃなっていうのがあるかな。まあ家の感じだとね。で、もちろん YouTube はもうこのまま頑張って、まあ漫画ちゃんが今本当にありがたいことに皆さん見ていただいてるので、ね、いや、このままちょっとね、漫画ちゃんもしっかり、うん、まあ、メインぐらい見てもらえるようになれば、うん、まあより一層その家の夢もね、うん、叶えてくるとは思うんで、うん、まあそうですね、 YouTube も引きつつやりつつ、仲間が YouTube もしっかりやりつつ、まあお家のこともそんな感じですかね、うん、っていうちょっと一年になるかな、うんうんうん。はい、どうですか、計算は。33歳、変わらないね。会社辞めますもんね。会社辞めて。まだ辞めないよ。まだ続いてる限りは一応いる予定なんだけどさ。まだ達成しないからね、目的を。いつ達成するの。あと3、4年あ、いけんの。いや、分かんない、分かんない。3、4年で行きたいなっていう感じよ。はいはい、そりゃ、まあ、会社で、まあ、そうそうそう、まあ成功してとかね、そう、ドーンとね、はいはい、うん、
いや、いいじゃん。それ期待しますから、我々。期待してんので、計算に雇ってもらう。まあまあ、まあ、別にそれはいいんだけどさ、うん、で、旅ちゃんも思い切ってセカンドチャンネル戻すっていう方向ですか、今年は。いやいやいや、今年は。そうね、まあ、確かに。そろそろ出なきゃいけないですよ。なりつつあるよ、だって本当にこれ上がってんだよ、ね、みんな求めてるのだから。いや、ちょっとやりたいよね、マジでね。情勢的にはもうそろそろ平気じゃない。そう、だって今川越とかね、行きたいんだけど。また川越行くのかよ。別のとこでいいだろ。うん、いいね、だから一回新年一発目とかね、それ取れると、いいんじゃない。1月ちょっと12月末に行けたらね。そうだね、11月出せたら、うんうん、12月分取り終えて、12月ちょっとどっかで、川越行く。1日あればだってね、行けるっしょ。けどいつから休みなんだって。あ、でも年末は混むか。混むよ。うん、だから普通に年末じゃない、休みとかないからな、別に休んでいただいて。まあね、1日ぐらいのどっかでね、うんうん、旅は行きましょう、タイミングつくね、うん、ちょっと土日毎回行って失敗してるから。で、今 K さんがね、その土日しか今取れてないんで、うん、だ平日ちょっともし休み取れたら、まあそれで旅行けたらなって感じですかね。うん、なのでちょっと旅お待ちいただいている方はもう少々お待ちください、うん、必ず行きますんで、うん、はい、そんなもんですかね。はい、というわけで33歳の我々もよろしくお願いします。まだ俺33じゃないか。もう、ずっと言うのそれ。これ上がってる頃33になってる。はい、おしまい、よろしくお願いします。ありがとう、みんな。